たちが邪魔だな。急いで撃退しよう。ここ私のいた世界にそっくり。かすみさんの思念が反映されたんだ。英雄はそれだけ強い影響力を持つんだ。荒廃した土地がこれだけ綺麗になるとは。やっぱり英雄の力はすごいな。あなたの力を貸して。まさか王位を目指しているのか。だがそのためには玉木と戦わねばならない。あいつはそんな奴じゃなかったはずだ。かけてお前を止めてみせる。そこをのけ。真摯に受け止めよう。これは戦う宿命。
真似してみたいな。勝負！騎士殿にはあなた方を阻む理由がある。どうかお引きください。その理由とやらも説明せずよく言う。立ち塞がるなら倒すまでだ。本当に家族と戦うの？そこまでして王になりたい？そうじゃなきゃ死んだ父上が悲しむ。王になるのは父上にできる唯一の孝行なんだ。よし、この勢いで四季を倒すぞ。説明人様に心を奪われるわけにはいきません。なんとしても止めましょう。玉木か、私やっかいことになったな。あの男を倒せばいいんだな。私が行こう。なんて勢いだ。四季より先に彼女を倒そう。刹那は玉木たちの対応に追われているが、今のうちに拠点を奪い取る。これでいいのね。これが無限転身流天神門、無双の忍術よ。
いざこの超知竜と勝負してもらおう。超知竜マイル。まだ消えてはいない。いずれまた勝負だ。あなたに私は倒せない。玉木、俺と戦ってまで王になりたいとは。あいつがそのつもりなら容赦はしない。兄と慕う君と戦えば玉木が傷つく。聞いてくれ、ひるみはしない。それはできない。本来王になるべきなのは俺だ。聞いて譲るべきなのは玉木の方だ。終わらせるな。だから、はい、エラパンチョ。ノリノリですね。よっ、あなたに私は倒せない。すごいな、これは英雄の力か。玉木、シキ、お前たちの隙にはさせない。うまくいったぞ。押されている。このままでは。私が。私たちが戦わねばならないのです。俺はお前の父に奪われた王位を取り戻す。お前を王にはさせない。そんな。これでいい。押されている。このままでは。お母様の占いでは次の王は私だと出たはずです。叔母上はお前の母親だ。そういうに決まっているだろう。お母様はそんな方ではありません。
強さ、私ではとても叶いません。あなたに私は倒せない。刹那兄様、考え直してください。考え直すのはお前だ、玉木。俺は王になる、必ずだ。さすが、お見事でございます。面白いこともあるものだ。だがそうはさせぬ。シキ、何を考えている。お前は玉木のつくものだ、バカ。私には私の考えがある。だがそれはお前や玉木を王にすることではない。全部を話すつもりはないってことか。秘密主義とはお前らしいな。よし、これで儀式ができるな。みんな、ありがとう。ありがとな。いいか、あれ、そう、そうだ、ええ、そうだ、